はい、皆さんこんにちは。YouTube 書道教室の中本白秋です。今回は千字文とは中国の遼の時代に武帝が修好士に命じて作らせた文字習得のための教材です。千字の異なる漢字を使い、250の四字熟語からなる韻文で構成されています。千字文は古代の中国の歴史や文化、道徳、倫理、自然、天文など様々な知識を盛り込んだ教材です。書道の学習手本としてよく用いられ、千字文は開、行、草とあります。書の基本的な筆法や運筆を学ぶのに適した教材です。おすすめは隋の時代に活躍した智恵、深草、千字文などがあります。ここでは採水千字文でご説明しますが、最も人気のある智恵、深草、千字文は天台書院様などで入手できます。では早速、採水行書千字文で始めてみましょう。それでは皆様にご理解いただきやすくするために線を入れてみました。この川っていいですけども、川は左からこうに入ってこういう感じですね。こう入って、これで雪はこう向かうんで、このぐらいの角度で筆を抜いてますね。そしてこの右側のリズム、柴田先生の右側のリズム、このぐらいのリズムですね。これをで中心、これ今軽く折り目がありますけど、中心にここからこうに入って、少し最後ちょっとこういうような雰囲気がありますね。これちゃんと止めて、穂先でついてきれいに筆を持ち上げ、そして筆名を取りながら、これで軽く、キュッと軽くついて、123、こんなイメージですね。ちょっとこう狭くなりまして、こういうイメージでもう一度書いてますね。こんな感じですね。こういう感じで書いていきましょう。次いきます。次は流れるというですね。流れるという字も、はい、三水。ファンと点こう。これが一番外です。こんな感じですね。こうしたときにですね、ここを注目してほしいんですね。この最後の点画は、上の点画よりも右に出ないように。この参考手本をご覧ください。微妙に違いますね。採水先生が、こう書くべきだと、書いてる参考点はこう書いてますね。そしてここで仮に右肩代わりのところにポンと点を打って、こう筆名を取ってこう切って、こう少しこう反りながら、こんな感じですね。でこんなイメージですね。それで実際はもう少しこういう感じで、こういう感じになってますので、もう一回書いてますね。説明しながらですので、途中バランスを崩してますけど、もう一度書いてみましょう。流れる。パンと打って、こう打って、これはこんですね。で、点を打って、こんな感じ。ここに右か上がりのリズムを取る。で、三髄はこうまっすぐ出していくと、少しこういう感じになってるわけですね。これが流れるの書き方ですね。はい、次です。紙は余ってる紙で書きますので、いろんな種類の紙で書いてます。次、山津のあらずっていうですね、これを流れるのはこう飛んで、ここから筆をくるか七名を取ってこう入って逆したりする、こういうの線ですね。これで軽くついて筆を起こして、これもう一回パンと入れまして、こうで、で軽くキュッキュッと筆を少し起こして、横の一つをして、こう。で、この辺から、1、2とこの感じですね。それでは、縦角から跳ねるところをスローも4分の1のスピードでご案内します。こう来て、跳ねるときにちょっと筆を一回つきます。ついて、ついこれでキュッキュッとついて、筆を筆圧を緩めて、そして左にぐっと押し出すようにします。ふっとして瞬間止まって、ふっと穂先で持ち上げます。そして次の点画に向けて筆を運び、ここからだん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 筆圧を加えて、でここでもう一回キュッと筆を S にするについて、
こんな感じですね。この跳ねるところをですね、気持ちこう来てこうついて横へ押し出して、こういうような気持ちですね。もう一回いきますよ、細くこう来てこう来て、こうなります。それでは縦角の跳ね、もう一度スローでいきます。こうして左斜め下にちょっと筆をずらせて、でここで少し筆をキュッとつくようにします。で左にグーッと押し出すようにして、そこでスッといかないで瞬間止めて、筆圧緩めてスッと持ち上げる、こんな感じですね。では次行きましょうか。次はですね、いやまず息っていいですね。ほらポンと、まあ、ちょうど中心ぐらいからこう来て、こう少しこうしたいことは筆圧緩めて、でこれはこの辺からこう来て、ここでキュッと筆圧を加えて、スッとこうなさるんですね。で、こう書いて、こう書いて、こう。最後ちょっと上がって、キュッキュッついて、筆を起こして、中に点角一つ、スッと。こう書いたときに、手本と比較したときにですね、もっとこの縦角がこうに出てるのが分かりになりますね。そういったところを意識して、もう一回掛け合わせてますね。だんだん 紙質はどんどん違ってますけど。ご容赦ください。こうこうってスッと、太いここ、起こして、こうして筆を起こして、このぐらいですね。このじってしたところとか。こうお互いこう絡み合うようにですね、この縦角は心のこの点と点の間に食い込んでいくような、これちょっと食い込みすぎましたけど、こういった気持ちで書いていいですね。こういうふうに書くとですね、例えばこう、ここはあんまり出さない、こう書いて心を新たに、こういう心を書きますと、ちょうど心から上のこのパーツとこのパーツがこう紙パーツの噛み合いが弱くなりますね。ですからこの表現の仕方は一つのテクニックですね。これはもう一度書いてますと、ちっちゃく書いてますと、こう来てこう来て、こちらちょっともう止め息出して、このようにですね、こう心と上の字っていう人がこう絡んでますね。こういう具合は非常に高級な表現だと思います。なお最後に私の方で記号しました、顔は泣かれて山津と、左から秦の時代の王義士、唐の王陽順、明の王卓の則と以上にご紹介します。どうぞ鑑賞してみてください。皆さん最後までご視聴くださり大変ありがとうございました。参考になりましたらぜひいいね、またチャンネル登録、そしてお気軽にコメントなどくださいますと大変光栄です。では次の動画でまたお会いしましょう。中本白秋でした。